皆さん、はじめまして。岩手県立久慈病院の保木さやかです。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介をさせていただきます。出身は岩手県の平野町、岩手県立二戸高等看護学院を卒業し、久慈病院に就職して1年が経ちました。次に、久慈病院についてです。久慈病院は久慈市だけではなく、野田村や広野町などの久慈県域の医療を担う基幹病院で、主に救命救急センター、一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、感染病棟合わせて267床の病院です。様々な診療科がありますが、私が所属している三東病棟について紹介させていただきます。三東病棟は産科、小児科、脳外科、整形外科、眼科、形成外科、歯科の混合病棟です。たくさんの診療科の患者さんがいるため、勉強も大変ですが、その分多くの経験ができます。また、新生児から高齢の方までの幅広い領域の看護を学ぶことや、また手術も多いため、小手術期の看護も学ぶことができます。久慈病院の看護提供方式は、パートナーシップナーシングシステムを行っています。パートナーシップナーシングシステムとは、看護師が2人ペアで看護を行うことで、安全で質の高い看護を提供する良きパートナーとして対等な立場でお互いの特性を生かして相互に補完協力し合うというものです。入職時は分からないことや不安なことがたくさんありましたが、ペアの先輩と一緒に業務が行えるため、とても心強かったです。また先輩とペアになって業務をすることで不安なことを相談したり、知識・技術を近くで学ぶことができます。また2人で確認することでミスも防げます。次に患者受け持ち制についてです。患者ごとに受け持ち看護師を決定して、入院から退院まで責任を持って看護を提供します。次に新人看護師の支援体制についてです。久慈病院では琥珀メンターシップを行っています。琥珀メンターシップは久慈市で有名な琥珀のように丁寧に磨き続けることで、より光り輝く存在に成長してほしいという願いが込められて命名されたそうです。ジョブコーチは看護師として基本的な知識、技術、態度を獲得できるように指導してくれる先輩です。琥珀フレンドは仕事での悩みやプライベートのことなど、何でも相談できる先輩です。卒後3年目までの年の近い先輩が対象になります。次に1日の業務の流れについてです。日勤業務は8時30分から17時15分です。業務内容はスライドの通りです。8時半に深夜帯スタッフからの申し送りがあります。その後に情報収集を行い、ペアのスタッフと共有し、その日の患者さんに必要なケアや検査などの情報収集に漏れがないかを確認します。患者さんのその日の内服薬や点滴を確認し、バイタルサイン測定などのラウンドを行います。清潔ケアや記録を行い、先輩と相談して交互に1時間ずつお昼休憩を取ります。お昼は血糖測定、食事開示や経管栄養、口腔ケアなどのお昼のケアを行い、また曜日によって抑制解除のカンファレンスや退院支援カンファレンス、リハビリカンファレンス、インシデントの振り返りを行います。その他にも朝は整形外科の回診があるため、医師の回診の解除も行います。また、ほとんど毎日入院手術があるため、入退院の処理や、オペ出し、オペ迎え、術後の患者さんの看護、病状説明の同席、記録などを行っています。次に、準夜勤務についてです。準夜帯は16時30分から1時15分です。バイタルサイン測定や食事介助、おむつ交換など、主に業務内容は変わりませんが、夜勤は看護スタッフ3名と看護補助者の少ない人数で行うため、よりスタッフ間の情報共有と協力が必要です。三東病棟は産科があるため、助産師2名と看護師1名、看護補助者で業務を行います。お産があるときは助産師2名が分娩介助に入るため、看護師と看護補助者協力してコール対応などを行います。また、日中で手術が終わらないときもあり、そのときは夜勤スタッフがお出迎えをします。夜間に緊急入院が来ることもあるので、協力して対応します。また、患者さんが安全に安心して眠れるよう入眠前の援助を行います。
次に深夜業務です。深夜業務は0時30分から9時15分です。深夜業務では尿量を観察している患者さんの1日の尿量計測や採血などの検査を行います。朝になるにつれて採血やバイタルサイン測定、患者さんも起きる時間のためトイレの介助やナースコール対応でバタバタします。今私が所属している産婦なし病棟では、2月から2交代勤務を施行しています。業務時間は日勤が8時30分から17時15分、長日勤が8時30分から21時15分、夜勤が20時30分から9時15分です。自分の勤務の希望に合わせて2交代か3交代かを選択することができます。私は2交代を選択したのですが、実際に行ってみて、初めは急に2交代になって生活リズムが崩れないかなとも思いましたが、手術後の患者さんなど継続して看護が行えること、業務時間が長くなる分大変ですが、頑張った分、夜勤の次の日は必ず休みになる、連休が多くなるため、2交代もいいなと感じています。次に、新人看護職員研修プログラムについてです。医療局新採用者研修と久慈病院内の集合研修があります。また、e ラーニングが導入されているため、自分の好きな時間にパソコンやスマートフォンから学べる視聴覚教材も活用しています。4月から5月は採血や静脈内注射、シリンジポンプ、輸液ポンプの操作、拡散吸引など、また感染防止、医療安全、社会人基礎力や看護倫理、夜勤看護のシミュレーションを行いました。6月から8月は経管栄養本や総称管理、排泄ケア、BLS、AED 研修、また麻薬の取り扱いなどについての研修がありました。9月から11月は苦痛緩和や死亡時のケア、災害看護や看護課程について学びました。12月から2月は他部署研修、他部署での交流があります。手術室に1日、救急センターに1日、他の病棟に2日間です。私は回復期リハビリテーション病棟で研修をしました。自分の所属下では普段経験する機会のなかった気管挿管解除などの技術や機械出し、人工呼吸器の取り扱いや重症度の高い患者さんの看護、その他特有の看護を学ぶことができました。また、年に3回琥珀トーク会というものがあります。これは看護科だけではなく、院内の多職種の新採用者が集まって研修を行うものです。多職種の同期と意見交換やコミュニケーションを取ることができ、交流を深めることができます。また2月は、働き始めてからの1年を振り返り、できるようになったこと、成長したことや今後の課題などについて、模造紙での発表がありました。医療局研修では、他病院の医療局職員が集まる医療局新採用者研修というものが年2回あります。研修を受けながら、他の病院の新人と仲良くなったり、お互いの病院の話を聞くことができて楽しかったです。今映っているのが研修風景です。技術研修は何グループかに分かれて、1グループごとに先輩スタッフがついて指導してくれます。次に私が久慈病院を希望した理由についてです。私が久慈病院を希望した理由は、地元が好きで岩手で働きたいと思っていたこと、また私が看護学校3年生になった時に初めて久慈病院での実習が始まりました。久慈病院のスタッフの皆さんの丁寧な指導や、チームになって相談に乗ってくれた印象が強く、私もここで働きたいと思ったからです。実際に働いてみて、初めは、周りは知らない人ばかりで不安と緊張、わからないことだらけの毎日で家に帰ってから落ち込んでしまうこともありました。しかし、ジョブコーチ、琥珀フレンドの先輩や病棟の先輩スタッフ、同期、仲間の支えが大きく、現在はだんだんと業務に慣れて大変ですが楽しさも感じています。先輩スタッフともコミュニケーションが取れるようになり、患者さんへの接し方や日常業務が丁寧で尊敬できる先輩スタッフがたくさんいる環境の中で看護を学ぶことができています。ミスして落ち込んでしまうこと、
向いていないんじゃないかと悩むこともたくさんありますが、患者さんや家族にありがとうという言葉をかけてもらったとき、看護師になることができてよかったなと思います。最後に国家試験対策についてです。新しいことは行わず、持っている問題集を何度も繰り返しておくこと、余裕があれば新しい問題にもチャレンジすること、私は国家試験勉強を始めるのが周りと比べて遅く、後半に焦ってしまったので、毎日少しでも問題を解いてみるなど習慣づけるといいと思います。あとはよく寝て、息抜き、勉強の後の楽しみを見つけることも忘れずに勉強頑張ってください。皆さんと一緒に働ける日を待っています。皆さんと一緒に働ける日を待っています。